和子さん、こんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、太平クラブ成田コース、アウトコースと、はい、プレイしていきたいと思います。はい、ローグ ST マックスドライバーですね。来ましたね。今日はもうシダーラウンドとかではなくですね、はい、僕購入してきましたんで、そうですね、これをまあ打ちながら、はい、今まで以上の球が出るのか悪く出るのか実力通りなのか測っていきたいと思います。わかりました。では早速、今日はティーマーク一番後ろなんでね、はい、からいっていきたいと思います。ボールは黄色の、ちょっと風が左からで、グリコロ上げてるかどうかは分かんないですね。そうだね、でもあんまり左上っていう感じじゃないんでね、そこに低く、低めの球のイメージですね。うん、コース初打ちです。大事ですね。はい、お願いします。お願いします。めちゃいい球、めちゃめちゃいい球出た。まあちょっと中弾道のね、いいっすね。いい球出たね。ちょっと不安だったよ。まあそうっすよね。さっき練習場で打って、はい、フェードの練習して、はい、フェードが打てない状況のティーショットだったから、ちょっと不安ではありますよね。ちょっと不安ではありましたけど、まあその不安さは多分見てる皆さんにも伝わってたと思います。あいつ大丈夫か、一発目一発でそこの木当たんじゃねえかみたいな。いや、コース初打ちだったんで、はい、成田コースが一番フェード打ちづらいね。そうなんですよ。ここはやっぱ低めのイメージの方がいいんですかね。あそこ越えようとするとさ、はい、結局ちょっとこうアッパー目に入るから。そうっすね。うん、いや僕も低めのイメージを。そう、低めで取ってればね、球ってそんなにスライスしないよ。わかりました、うん、よろしくお願いします。お願いします。そこか、やばい、ラフ、あ、バウンドした、右斜面。はい、まあ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 っすね。もう一回打っていいですか。はい。まあ、この動画が出てる頃にはもうちょっと1週間ぐらい経ってると思うんで。そうですね、うん、もう多分購入して使ってる方も結構ね、いるんじゃないですか。僕はこれ発売日に買ってきましたから。いや、まさか夜の8時前に買いに来ました。あの時間から行くとは思わなかったです。そうだ、大変だったです。めちゃくちゃいい。マジっすか。あれめちゃくちゃいい。めちゃくちゃいいね。マジっすか。ドシンだもん。もう 1.50。 いや、そんなことない。めちゃくちゃいいね。めちゃくちゃいいっすね。 T 社のドライバーでは考えられなかった。まあ、T 社のドライバーもいい球打ったんだけど、はい、もう見た目もいいし球もいいね。両方揃っちゃいましたね。いや、やっぱりこいつだったか。あ、ヘッドカバーするよ。いいよ。あ、大丈夫です。こいつだったか。じゃあ僕が先にこれを。マジっすか。こんないい球打ちます。品のいい球で、なんか初速はまあ M4 と変わんないっていうデータだったじゃないですか。はい、あのガーミンで測ったところ。はい、でもこっちの方が初速なんかピッていってそうな気がするんだよね。あ、まあでも実際コース打ったら分かんないですからね。うん、まあ距離は多分ね、行ったらそんな変わってないと思うんですよ。多分150ちょっと切ったとこぐらいだと思うんで、はい、変わんないと思うんですけど、なんか打ちやすい。ないや、あんな綺麗な球2発打たれたらもう僕も悩んじゃいますよ。いや、本当にいいと思うよ。ローグ、ローグ、でも僕はもうこれなんか面白いですね。ずっと僕ローグが気になってて、ちょっとあのニュースパイクなんで芝の上取ってもらって。ニュースパイク、うん、違いない、秒なくなります、ね、一瞬で。そうだね、まっちゃんがローグとかって言っててね、はい、俺の方が先買っちゃうっていうね。先買って、そうですね。まあそれこそ視聴者さんから、はい、まあ、T 社のドライバーを送ってもらって、はい、まあ、これ以上悪くは言えないんで、
まあいやちょっとさすが厳しかったですと。そうですね、あじゃあプロもうあの売っちゃっていいですよと売って足しにしてくださいと、はい、もうそれはもうプロの後はあの好きにして大丈夫ですよって言っていただいたんですよ、はい、まだ売ってはないんですけど、はい、まだ家にある状態で、まあ、一旦これを買ってきて、はい、で今日シャウト交換して売ったらまさかの一発目からいいと。いやだってなんかね M6 に似てるんだよね、まあ、飛び方が似てますよね、うん、似てる、うん、確かに似まだあれは M6 に飛び方が似ててこう飛びかなんか見た目が優しいから。見た目が優しいですよ、うん、本当になんか、まあ、一応最新、まあ、飛ぶは多分変わんないけど、はい、最新のテクノロジーが搭載されてるわけじゃないですか急になんか最新のテクノロジーなんて、うん、あ結構アゲンストだね。結構上げてますよね、うん、あまあ、だからいつもと距離は変わんないよね。そうですね、うん、でもいいなマジっすか。こんないい球かローグ 超打ちやすいわ。まあ、シダで前打った時も良かったですもんね。シダでも良かった。そうっすよね。まっちゃん右右にちょっと落ちちゃってバウンドはしましたけどありました。はい、こっから取ってていいですか。はい、ゆっくり行ってください。7番アンちゃんで打っていきます。はい、ちょっと右かな。そうだね、右のバンカー、はい、ちょっと右だと思う。いやーローグいいね。ローグいいっすね。まだ僕スリーブもまだいっぱい持ってるから。あ、前使ってたそうキャラウェイのスリーブがあるんですね。あるんで車にあと2個あります3個あったんですよ車にすごいっすねなんでか知らないけどね。試すと思ったらいろんなまだまだ試しますね。そうそう、距離は変わってないけどいい感じで打ってたね。上品ないい球でした。左からのアゲンストをねここに打てるんだったら、はい、いいよね。じゃあ8番で。かすった。乗ったか。乗りましたね。ぴったりっすいやでもドライバーがいいっていうのはいいですよね本当に。なんかキャロウェイらしくない打感なんですよ僕からしたら。あ、そうなんですか。キャロウェイってもっとくっついて、はい、棒玉で飛んでいく感じ。まあそうですね。エピックとかもそうだったじゃん。はい、それがちょっとおとなしい感じなんだよね。おお、だからいいんだよね多分。なんか前なんか言ってましたね、当たった感じがなんかちょっと分からないみたいな。そう言ってましたよね。なんか芯食ってんのか食ってないのか分からない感じが、はい、まあ、結構あってさ。でなんか振っちゃうんだよね飛びそうだから。ああ、そういうことですね。うん、飛ばないのに別にいやでもね私いいね。いやー、ほんとまた新たな武器が。なんかフェアウェイウッドも顔良かったんでしたっけ、うん。ヘアウェットはマーベリック。マーベリックのヘアウェットが良かったんですね。そう、ローグのやつは見てない。そうっすか。ヘアウェットもね、飛距離的に言ったらステルスはもう半端じゃないから。いや、僕ステルスのクリーク最高っすもん。まっちゃんの M4 がまあここに入ってるんだけど、はい、まあ、さっき練習場で言ったらちょっとステルス打った後だから物足りなさを感じましたよね。うん、やっぱりステルスの3番とかなっていう。ステルスの3番とステルスのフェアウェイウッドは、うん、本当強烈でいいですよね。強烈でいい。クリークはね BF 入ったあのなんだあれピンか。あ、そうですね。いやだからもうガイブラ全部入ってますよほとんどテーラーに、ね、キャロウェイにピンに。本当そうですね。キャロウェイ率多めになってきましたよ俺のマーベリックもあるし。確
確かにそうっすね。あれ向こうから行こうかな。うん、よいしょ。これ難しいな。行きます。お願いします。まさかの手前で止まるまさかの手前でしたね。うん、ワンピンはオーバーだろうと思ってたけど、さすが、はい、60度だね。いや、やっぱりいいっすね、こういう時の60度。皆さんバンカーはそうやって横着しないで、ああいう向こう側にあるときは遠い方から入りましょうね。ということで、抹茶のパーパット、ワッコーさんのまだ近いですね。僕はかすった当たりが転がってぴったりです。それも計算通りですか。いやいや、やっぱりね、ドライバーがいいとこういう結果も起きるですね。アイアンがかすったとか言ったのが意外と転がってよかったりするんですね。そうだよね、あれ不思議ですよね。しっかり打ってたらオーバーしてたりね。そうなんですよね、うん、さあパーパット、昨日は結構パーパット入れたんですよね。昨日入れたね。ボギー2つしか打たなかったですもん。お、それはすごい。 OB1 個してそれボギーと、間違いない、普通に打ったボギーは1個です。すごいね。はい、であれだったんだパターボール左に置けば大丈夫なんですよ。ボギーっす。いや、ダボある。早いね。早いですね。うん。ここからだな。ボギーだ。ドンマイス。ドンマイス。早いっすよ、グリーン。グリーン綺麗です。グリーン綺麗ですね。はい。明日は。どっちに切れるんだろうな。ちょっと待ってくださいね、先直しちゃうんで。これはやっぱ自分でラインを作りに行かないといけないんじゃないですか。いや、それそこで言う違うやつでしょそれあ、そうでしたっけ。これスライスだよね。だと思います、うん、全体的な傾斜はここやっぱ、うん、まあ、画面で言うと左から来てると思うんで。いや、スライスに見えないんだけど。スライスです。ボール左に置いてスッと、すぐナイスバーディーっす。ありがとう。ドライバーがいいとね。いや、なんか今思い出しましたよ。何？よくこう YouTube 始める前にラウンドしてるときは、うん、だいたい、まあ僕たちこうやって1ホール目、うん、絶対バーディー取るんですよ、ワッホさん。取るよね、10番も1番もそういう時なかったですか？ほとんどバーディーだったよね。ほとんど、なんか、え、なんでってぐらい毎回バーディーでしたよね。取ってたよね、まあ、そういう時もありましたよありましたよね。そういう時に戻りたいねじゃあ次行きましょうか。わかりました。はい、はい、では2番ホール。はい、まっちゃんは5番ウッドで。5番とステルスクリークですね。ステルスクリーク、ちょっとさんも飛ぶからね。青ベンタス。青ベンタスの 7X を私の、はい、ワッホさんに借りたんで、まあ、赤の方が球強いけどね。そうですね、青の方がスピン入るから、まあ、まだどっちもそんなコースでは打ててないので、うん、ちょっとこれもどうなるか分かんないんですけど。そうだ、練習ですからね。そうですね、いきます。カットしすぎた。ちょっとこすっちゃいましたね。はい、うん、赤ベンタスの方が良さそうだけどねいや、実際どれぐらい飛ぶのか分からなかったんで、うん、カットしすぎましたね、まあ、うん、そうか。でもそうですね、赤ベンタスよりは、うん、やっぱりスピン量が入るんで、うん、あの感覚で今カット打つと、うん、
相当右行っちゃいますね。相当右行っちゃうね。じゃあ僕は、まあ、引き続きテーマの軽く打つっていうのもやってたからね。最高きた。あ、ちょっと大きいか、さすがに。そうですね。215ぐらい飛んじゃったね。僕ここフォローだと思ってたんですけど、アゲンスト吹いてますね。なんか変わってるよね。出だしこっちアゲンストだったりよね。いや、そうですよね。だから余計抑えないとなと思ったんですけど、うん、風の向きがこうなんかこうなのかね。なんですかね。こうかもしれないね。あ、横ってことですか。うん、そう、そういうことですね。でも今こう来てるんだけど、左からアゲンスト吹いてますよね。で、まっちゃんながこういったら全然飛んでなかったから、はい、でも本来この風になってくるね、今の。そうですよね。もうあったかいから、春ですからね、今。いや、だってもう3月になるんですよ。で、まっちゃん、軽く打ったやつが見えないですか。見づらいですけど、あ、まあ、5人、もう芯にしか、その縦線の間にしか行かないですね。いや、合ってるね。もうその線しか、その線の部分しかいらないんじゃないですか。いや、結構いるんですよ。いや、でもね、はい、これ皆さん結構気になってると思いますよ。もういや、もうみんなもどうしたらいいか分からなくなってますよ、多分。さすがに、はい、今回ばかりはいいんじゃないかなと。はい、なんか言いました。まあね、僕の言うことは、はい、半信、もう半分でね、なんていうの、半信半疑ぐらいで聞いてほしいんですけど、はい、かわいいね。こうやってみんな騙されてってんな、俺に。騙されてるわけじゃないですよ。本当にいいと思ってるんですよ。本当にいいと思ってる。はい。その時は思ってんだよ、俺も、ね。そうですね。ただ、うん、使っていくうちに、いろいろ出てくるんだよね。性格が分かってくるわけじゃないですか。そう。こいつ今、おとなしめだね。猫かぶってる。猫かぶってる。あとね、はい、まあ、これ今日、ニューシューズでラウンドちょっと、一回試しで履いてるんですけど、はい。どうですか？このフットジョイの、なんか、なんとかデュアルってやつ。はい。なんだけど、履きやすいですね、今のところ。おお、柔らかいって言ってましたもんね。そうですね。まあ、あの、僕らやっぱり歩いてラウンドすることが多いですから、はい、歩くことを考えたら、やっぱりあんまりそこが硬かったりとか、はい、すると歩き足痛くなっちゃうんだけど、まあ、今のところちょうどいいかなっていう感じ。僕たちここ最近、まあ、よそのゴルフ場でゴルフしたじゃないですか、うん、ほとんど、まあ、僕は歩いてましたね。まあ、そうだよね。運転のところは、うん、もちろん運転しないといけないですけど、うん、リモコンとかだと、うん、ほとんど歩いてる感じは。そうだよね。そうなんすよ。皆さんはやっぱ乗ってるんですかね。皆さんは大体乗ってるでしょ。やっぱ乗ってるんですかね、うん、歩いた方がいい気がしますけどね。うん、なんかゴルフしてるって感じしません？まあ、するけどね、はい、皆さんは歩いてないんじゃないですか。歩いてないんですかね、うん、そうか。まあ、この靴、なんとかデュアルフットジョイのね、調べてもらったら分かると思いますけど、はい、ああ、2つボアがついてて、2つボアついてるやつ、26センチですから、皆さん。僕はバッホさんで26って言ったら、僕大体25ぐらいですからね。いや、まあ、それは履いてないか分かんないけど、26センチですから。いや、靴ってね、何足あってもいいからね。いや、ほんと消耗品ですからね。ほんと10足あってもいいぐらいですよ。うん、グリーンが思ったより速かったから、ちょっと手前目から。前目からって言ってんのに、早いですね。早いですね。まあ、でも靴は本当にちょっと、まあ、これもね、何ラウンドかしないと分かんなくて、はい、結構うるさいから俺は。一回気に入るとずっと履いてるんだけど。いや、むしろ気に入ったやつしかもう履いてないですもんね。そう、まだね、フットジョイで前に新品のまま一足残ってるんですよね。あ、そうなんですか。なんか買ったんだけど、はい、で、2足買ったんだよね、勢い余って。ああ、まあまあまあ、そういう時もありますね。良さそうだなと思って買って、1足目履いた時に、はい、なんか足の中パンパンで、
あれかなと思って、はい、一足新品のまま残ってます。いや、僕と和子さんの足のサイズが一緒だったらそうだね、ありえるのにね。はい、うん、ただ大きいんですよ僕は。あ、和子さんなくと僕は大きいんですよそうだよね。はい、まあでも結構地面を掴む感じあるねこれは。あ、そうなんですか。まあまあまあ、でも悪いことじゃないですからね。うん、いやこれワンクッションっす。ありえないよね。ありえないでしょこれ。上げる素振りしてますけどねそれで転がしてったら怖いですよ転がしだよね。いやこれはそのライからだと最高なとこ落ちても、ライはいいのよめっちゃ。あ、めっちゃライはいいんですね。うん、上げて止めれる自信はあるんだけど。はい、ワンツーだな、ワンツー。早い、止まれ。ああ、よかったね。最高です。うん、上げてもね、全然止まると思うよ。本当ですか。うん、ライ良かったからね。でもちょっとやっぱシビアになるね。最高っすね。でも難しいよね。まあ本当なんかなんかもう本当最高じゃないとみたいな。そう、転がしはまあなんとなくいけばうん、のありますけど。先にまだ使ってますよこのパター僕。いやだって感じいいっすもんね、うん、めちゃくちゃこれね。あ、それですね。イメージして、よし、パーです。ありがとう。スコア落とさないですね。感じいいよねこれね。感じいいっすね。結構キャロウェイのインスタとかでも取り上げられてるねこの。結構これが人気だと。そうですよね。ダブルワイドがツアーの選手も結構選んでると。左か。くー、ボギボギボギいいですね。じゃあ次行きましょう。はい、はい、3番ホールです。はい、行きましょう。バッチリ、はい、ガツンと行きましょう。ガツンとここっすね、左の OB から。うん、よし、オッケー、しゃ、お願いします。まあまあっすね。まあまあまあっすねさあ気になるのはワッホさんのロール。やっぱアゲンストだよね。なんかありません、どこのホール行ってもアゲンストがいいあれマイナスだね、なんかそういうあれになっちゃってるのかな。それってでも多分メンタル的に良くないんですよね、うん、どこも行ってもどこ行ってもフォローだなみたいなね、の方がいいけど。なんかピン近く見えるぐらいがいいんですけどね。そうだね。うん、同じ方向、フェアウェイ右サイド。なんかねドライバーじゃなくて、はい、足がすごいガッチリしてる。あ、シューズの問題ですねシューズがすごい。だから久しぶりにやっぱりその秒付きなの履いてるから、うん、すごい止まるね。いいのか悪いのか分かんないな。ちょっともう一回すいません。それが普通になったらまあそうだね。はい、うん、めちゃくちゃいい球。ちょっと今捕まえ目にドローフェード。ああ結構いく感じだね。前にあります。先にです。あ、先にね。はい、すごいドローフェードでした今。ドローフェードだったね。足が止まる滑る心配はないですね。この時期ってこう芝生枯れてるから滑るじゃないですか。そうだね。
はい、まあもうこの時期っていうほどの時期でもないんですけどいやー今日はあったかいね。もう俺がこのユニクロのセーター着出したらもうあったかいってことだからね。そうですね、うん、もう多分よく見たら多分もう緑の芝が入ってきてると思うんですよね。このラフとかをちょっとめくったりすると、そういうことか。はい、確かにしてると思うんですよね。そういう時期、ちゃっくりの時期ですよ。ああ、春芝な。はい、春芝の注意点やんないといけないですよ2年目2年目の春。いや、もうそろそろダックでダッツですよ。ああ、間違いない。予約取んないと4月何日か。そうっすよ。祭日、うん、なんか土日じゃなかったっけ、違ったっけ。あ、本当ですか。でも、ま、その日にラウンドしに行くわけじゃないですからね。そうだ、ああ、でその日にラウンドしに行ったんだよね、去年は。あ、そうでしたっけ、うん、その日に動画を出したんじゃなかった。出したんだけど、はい、去年はその日にラウンドしに行ったんだ。動画投稿開始日に、はい、やっぱりダックでしょっつって。あ、そうっすよね、うん、行ったんで。唯一の僕たちが外でやってるとこだよねやってる、うん、ダックでダッツをゲッツ。ダックと鹿島の森と。そうっすね、うん、鹿島の森行ってないですね、そういえば。そうだね、そこもなんか面白いんですよね。グリーンもいつも良くて、うん、面白いですよね。距離もしっかりありますからね。距離ある、うん。まあでも外でね、ちょっとゴルフの動画を撮影することがあんまなくなったからね。まあそうですね、うん、まあ、なくなったっていうか、俺がやらないって言ってるんだけどまっちゃんがっていうよりは俺が。まあ外でゴルフ行くなら、そう、なんか太平洋ではこれが日常なんですよ。まあ、僕は日常の動画出してますからね。そう、こうやって回ってるのが日常なんですよ。外はやっぱりちょっとこう、まあ、まあここが真剣じゃないわけじゃないんだけど、はい、外ではビシッとねやりたいなと。ビシッと、うん、思ってます。そうですね、ビシッとがいいんですよね、うん、動画で映せないような楽しい、まあ動画で映せないぐらいこうなんか緊張感のあるゴルフを、そうですね、したいんだよね。で、まあ、そんなこと言ってて、まあ、今度、まあ、あの関西のね、はい、ヒロさんとユウちゃんとまあちょっとこ連絡を取ってますから、はい、まあ、あの一応動画を一緒に撮る予定ではいますけど、さっき LINE してさっきってまあだいぶ前にしてて、また今連絡が来て、どっかゴルフ場を押さえておいてもらえるってゆうちゃんに聞いて、はい、分かりました、どこでもいいですかって言うから、まあ撮影するなら撮影許可取れるところでお願いしますと。そうですね。で、まあ、ゆうちゃん個人チャンネル始めましたから。そうなんですよね、うん、ゆうちゃんとゆうちゃんの奥さん対俺とまっちゃんかなと思ったら、はい、奥さんがちょっとこうね、あの予定があるということだったんで、ヒロさんをならもうヒロさんですね、関西対関東の勝負だね。いやもうこ動画の最後には多分ワッホーさんも関西になってると思いますよ。関西弁にねだからもうなんか僕一人みたいな。間違いない、僕も最後関西弁になって帰ってくる。関西になってるゆうちゃんか君か分かんなくなってる顔がもう入れ替わってるかもしれないですね。入れ替わってる、帰ってくる時が。よし、肩を下げて。左だ、左まっすぐ、あの左は乗るんですよ。そういうことですね。バインじゃないから、まあ悪くない、うん、あんなのもう5ヤード左行っただけだからね。そうっすね、うん、まっちゃんだってバンカーの左に飛んでたから言わないでくださいよ。ひどかったよあれは。いやあれは狙ってないのに行っちゃうんですよね。マスか狙ったらおかしいですけど、あれ狙ったらやばいっすよ。いやほんと天気が良くて最高ですね。はい、天気が良くて最高。最高っすね、うん、やっとやっとですよ。やっと来たね。待ってましたよ、こういう時期に。待ってましたよこの時期は。やっと来たな。115ぐらいか120ぐらいか。8番でね。多分ちょうどだと思います。はい、じゃあちょっと向こうのボール拾わないといけないんで。あ、そうですね、うん、一回切りましょう。わかりました。
ではまっちゃん外からパター、外からパター練習しないとねいけないよね。そうなんですよ、僕あんまり練習してないんで、うん、下手なんですよ、一番下手です、うん。左か、こう距離感が悪くなっちゃうんですよね。まあ練習してないからだもんね単純にですよね、うん、ただそれだけだよね。そうなんですよ、そうなんだよな。これフック、これ下からフック、あそこからウェッジ持たないもんね。持たないですね、うん、下からフック、上からフック、だからやっぱり練習ですね、外からね。そうですね、僕はやっぱりなんていうのかな、一時もアプローチしか持ってなかったけど、はい、本番はパター持つからっつって、やっぱりここまあ何年かパター持ったりするから外から上手になりましたけど、だからまたそのうまくいかないって思ってるからまたウエッジ持ったりするんですよ、うん。ウェッジ持ってもうまくいってなかったもんね。そうなんですよね、セントラルの時にね。そうですね、そうそう、だからその子じゃないんだよね、だからね、ウェッジだからうまくいくとかじゃないんだね。ちょっと強いか、早い、蹴られた、蹴られた、ボギー。結構曲がりますね。結構曲がったね、うん、カップ外じゃないとダメですね。そうだね、じゃあ4番行きましょうか。わかりました、はいはい、4番到着です。4番ホールですね、はい、この動画の最終ホールになります。わかりました、あのバンカーを越えたいですね。今日のこの気温だったらちょっと可能性ありますよね、ギュンって振ればね。いくか、どうだ、あ、顎に当たった。あと1ヤードだね。1ヤードでしたね。あ、飛び方いいね。でももうなんかエースドライバーまだ振りが足んないか、俺のまだ仕上がってないかエースドライバーですよ、もう。いやでもほんとそうだね、はい、いやもうエースドライバーだね早いっすね、早いよ。いやあんなビュンって振って曲がったらあれだけどさ、まっすぐ行ってますからね。しかもバンカー狙ってバンカー越えるってね、そうそう、欲しかったから。よし、うん、しゃ、ありがとうございます。後ろにまっちゃんはでもあれですね、疲れてますね。え、なんでですかやっぱり、はい、それが出てるよ、疲れてる感が出てるね、やっぱこの連戦でそんな感じがする。なんか下半身がもた、はい、なんかバタバタしてるもんいや今日、うん、下半身に全く力が入んないんですよ。入ってないでしょ、はい、バタバタしてるからやっぱ出球揃わないよね。ああ、うん、思った。ちょっとそうですね、うん、なんかそんな感じが。よし、もう9、これはいったんじゃないですか。
全く一緒。何が気合が足んない？これが初速が足んないです。初速のちょっともう一球っていいですか？66。全然曲がんないんだけど。これが足んない。やってほしいですよ。くっそ、クロムソフトで行けばいいのか。キャロウェイで。ボールを変えてきたんですね。打った後のポーズじゃなくて。これちょっとそうか。50センチ後ろだもんな。あとボールが汚いのもあんのかな。全然曲がんないよね。一切曲がんないですね。同じところ落ちたね。これちょっと右だ。ちょっと 右のフェアウェイ。右フェアウェイか右ラフか。まあ距離は変わんないですね。これ足んなかった。そっちに意識いって。いやいいっすね。いい感じっすね。いい感じ。ちゃんと球を上げようと思ったら上がってもちゃんとフェードしてるし。そうっすね。うん。楽しみだこれがすごく。じゃあちょっとこの後サムネイル撮んないといけないんで、はい、一回切りたいと思います。わかりました。はい、じゃあまっちゃんのね、2打目を、はい、いきましょう。はい、7番あんちゃんで。7番あんちゃんでね。はい、足バタついてるから静かにスイングしてください。そういうことですね。はい、そういう時は無理しないで。わかりました。どっしりゆっくり。おー、いい感じ。そういう感じだね。そういう感じですね。うん、よいしょ。ありがとうございます。ちょっと散るなとかと思ったら、じゃあちょっとねゆっくり。そうですね。うん、した方がいいんじゃないか。それで、まあ、上と下のバランスがちょうどいいってことですね。そうそう。この僕のバンカー入ってるのが2球目ですか。2球目ですね。1球目多分黄色だったと思うんですけど、あ、超えたところにあります。だからボンって当たって超えたんですね。おーおー、すごいですね。いや、これ超えるようになったらね、かなり。まあでもこれ昔スプーンで超えてましたからね、あのバンキッシュの。はい、あん時でもさ、ほんともうひっくり返してたよ、こうやって。なんていうの、あのすごい手ひっくり返してフェースかぶしてね。そうですね。あれはでも高反発だったね、多分。懐かしいですよ、あいつが。あいつがね。よし、じゃあ これをこの黄色を、この黄色でね、はい、まあ、8番アイアンありますから。まあ大体ヘッドスピード48ぐらいだと、はい、キャリーが260ぐらいなんですよね。そうですね。で転がって、まあやって280ぐらいいく感じかな。はい、これが最後の3球目ですね。そうやっぱキャリー270飛ばそうと思ったら、やっぱり50ぐらいないと。50は絶対ないとダメですね。うん、いやちょっと送っちゃった。あれ、僕のも上の段乗ってたんですね。そうだね、まっちゃんのも上ないっちゃった。うん、僕もうグリーン落ちて、あー、グリーン横、ピン横だなと思って、うん、見てなかったんですけど、今なんかあれドアップしたら上にボールある。自分の見つかっちゃった。いやー、これ凍ってなくてこの辺まで来てれば、僕にしては。そうっすよ、飛んでる方だよね。いや、これはだいぶ飛んでますよ。ギュンって振ったけどね。いや、凍ってたんじゃないっすかな。凍ってないよね、さすが。今日の気温では凍ってないっすね、確かに。ここまで来ることないもん。あれ、マジっすか。でも振っても曲がりづらいかもしれないから、はい、振れるかもしれないね。そうですね。うん、まあ分かんないけどね。でも本当最近の中では打ちやすいね。まあ最近買ったドライバーっていうとシム2マックス。ああ、そうですね。で、エピック。はい、エピックマックス LS で、まあ買ってます。ステルスプラスと、はい、まあちゃんステルス、はい、に比べたらかなり
まあなんか和子さん納得してる感じですよね。うん、なんか打った感じであんまりスクリューしないしボールが滑らない感じがして捕まってますもんね。捕まってるのはまあいい捕まり方ですよね。いいよね。はい、面白い。まさか和子さんがドハマりするとは。まさかキャロウェイっていうね。そうですね、いいクラブなのは知ってましたけど、マッホさんはキャロウェイは使わないんじゃないかと思ってましたよ。そうだね、俺もキャロウェイはっていうのはあったんだけど、何があるか分かんないですね。分かんないですね。じゃあこれを打って終わりにしますか。分かりました。後でピッチマーク直しましょう。いや難しい、これフックしてスライス。そうですね、強いか。結構打った。強いな。それとも同じようなとこ落ちましたかね。ここに2つありますね。グリーンありがとうございます。グリーンがカチカチ硬そうでしたもんね。硬いね、これ止まんないね。いきます。まっすぐか。スライスしてるっぽいですね、うん。なんかこんなにグリーン硬かったら終わんないですね、お客さんねだから奥ピンじゃないと厳しいですね。これはやばいね。まあ僕も言ってもフェアウェイから打ちましたからね。そうだね、はい、だからそんなここまで切ると思ってなかったんですよ、うん。これすごい最高に面白いじゃないですか。今来ると明日のプレーは最高ですよ。最高だね。はい、明日日曜日か。明日日曜日です。入った。うまいと思ったらやばい。うん、ナイストライ、ありがとうございます。カップよボギーっすということで、はい、まあ、今日はまあ僕のドライバーがまあメインの動画でありましたけど、はい、まあ、皆さんもね、まあ、ぜひシダクラブとあるでしょうから練習場に。そう、まあ、買ってる人もいますよ。まあ一度ね、はい、まあ、見てもらえたらなと思います。決してキャロウェイの回し物ではございませんのでそれははい、はい、ということで今日は終わりにしたいと思います、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。